はい、おはようございます。六助です。今日はね、六助はハンデーを使うのかって。いや、僕だってハンデー機使いますよ。もうね、ID31 ね、これレピーターリストがね、もういい加減古くなってきたんで、そろそろ変えたいなみたいなんで、ちょっとね今日はね変えてみたいと思います。ね、まずね、一応ね、設定をセーブしておきますね。フォーマット危ない。設定セーブ、新規ファイルで、セーブしますか、入って。でそうすると今ね、設定をね、これをセーブしているんで、はい、万一の時もね、一応戻れるようにね、これやっておかないとね、意外とババを引いてしまうんで、はい、はい、で設定をセーブしたら、はい、電源を切ってあげましてですね、はい、それでね、マイクロ SD カードを、はい、取り出しますね。はい、はい、取りながらやると難しいな。で、カードリーダーに、挿してあげまして、はい、ね、それでね、アイコムさんの、D スターのサイトからダウンロードできるんですよね。あ、最新ね、ソフトメモリーデータダウンロードのところで、ID31 は CS31 とね、後継機の CS31 と同じみたいですね。で、レピーターリストが、はい、レピーターリスト CS31ID31 用になってるんで、こいつをね、ダウンロードしてやります。下の方に、まあ、規約に同意して、はい、ダウンロードしてやると、はい、どこだ、保存しますって、ね、はい、はい、ID31 プラス、これか、はい、あ、これですね、 ID31、ここに回答されたんで、はい、でね、このファイルね、31ジャパン、ね、更新日時が2018年1月17日、これをね、メモリーカードにね、コピーしてやりますと。はい、メモリーカードの、7100と共用で使ってるんでね、ID31 の、どこだ、セッティングのところかな。メモリーカード、これね、これセッティングがね、前のデータが、これはセッティングファイルか、ね、これじゃなくて ICF ファイルは、随分古いのが入ってんだな、2015年なんていうのは。それだけ使ってなかったのか、ね、これ貼り付けてやる。そうすると、はい、これね、この、ね、31ジャパン、18123、2018年1月17日版の、レピーターリストファイルが、メモリーカードにコピーされましたと。はい、これで、ね、メモリーカードを抜いてやります。はい、そしたらですね、よいしょ、どっこらせ、ね、どっこらせってね、はい、メモリーカードを、でこれで、はい、そしたらこれでね、マイクロ SD を、はい、ID31 にね、戻してあげますね。はい、よいしょ、はい、これで戻しました。でこれで再起動をかけてあげます。はい、はい、でですね、どこだったっけな、でこれでね、設定をロードしたいと思います。ね、ここがね、意外とね、みんなね、どこに行っちゃったんかみたいなんで、アイコム機っていいですよね。あの八重洲機ってなんでね、輸出仕様と同じで英語なんでしょうね。アイコム機ってね、基本的にやっぱこう、ね、日本語でね、こうやってメニューが出てくるからね、腐ってもやっぱちゃんとね、直感的にね、操作しやすいんですよ。それってあるよな、なんで八重洲さん英語なんだよな、分かんなくなっちゃいますよね。結構ね、こういうね、GUI っていうのはね、アイコムの方がいいななんて思うんですけれども。で、設定ロードで、さっきのやつですね、一番新しいやつを選んであげます。ね、これね、ファイル名が、更新日時になってるんで、これね、ID31 用の日本語、18年 1月23日版ね、こっちはセッティングリスト。これをね、時局設定外でレピースターリストのみを選択してください。でレピーターのスキップ設定を残しますか。はい、設定を残したまんまロードしますね。はい、
で、ファイルチェック中お待ちくださいっていうので、で、ロード中とかってね、はい、これでね、今ね、設定を書き換えています。はい、再起動してください。了解。再起動します。はい、これでね、再起動しました。はい、そんなんでね、これでレピーターリストが登録されたんで、はい、なんか新しいレピーターって何なんだろうな、ね、最寄りレピーター、レピーターリスト、新月か、でもなんか結構見たことないのが入ってるかな。新潟だよ。あ、長岡土地とかなかったと思ったな。あ、長野篠ノ井430とかね、はい、どうやら信州中野とか、はい、新しいねレピーターもね、はい、はい、これで入りましたと。はい、そんなんでね、すいません、駆け足で、カットで繋いでしまいましたが、レピーターリストをね、ID31、だから新機種になっちゃったんで、CS31 とね、レピーターリストがね、共通みたいですね。ちょっとね、更新にあたっては、皆さん責任においてやってくださいね。はい、そんなんで、まあね、自分もね、ちょっとここのところね、逆にね、判定機をね持っていくのっていうのは、だからアイボール会とかね、そういう時にね、どこで連絡取るのみたいな時にディスタレピーターとか使ったり、そうですね、だからそう、みんなと行動する時にやっぱりね、僕これ持ってきますね。小さくていいんで、まあ ID51 安かったのも、そうそうね、使用頻度が高くないんでね、安いやつでいいやってんでね、アンテナもね、皆さんご存知の通り、僕はノーマル派なんで、いや、やっこくていいんですよ。車外アンテナブサって刺さっちゃうんだよね、カバンの中でブサッガサツに入れられるんで、判定機はねフルノーマル派です。はい、そんなんでね、レピーターリストの更新駆け足でやりました。では楽しいハムライフを、ジェッチャン PRT ストローク0、ロックスケでした。またお会いしましょう。さようなら。